さあ攻守の方向入れ替わりまして、これより第2クォーターを迎えます。サイドワインダーズ攻撃権はありますが、しかし非常に厳しい位置にボールはセットされます。まずはこの状況突破がなるかどうか注目といったところになってまいります。言い換えますと、ゴールデンファイターズとしてはここでさらに加点を狙うディフェンスのプレッシャーが期待されるところでもあります。西岡様、メッセージありがとうございます。中継ありがとうございますとメッセージ非常に心強く嬉しく思います。攻守ところ入れ替わりまして、さあハンドダウン変わりまして、これより第2クォーター、はい、始まります。ボールの1ヤード非常に厳しい状況でサイドワインダーズサーダウン16、残り16ヤード、パス不成功、ラストダウン。ここでクォーターバックなんとかプレッシャーかわし、右ドラートからワイドレシーバー14番でしょうか、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしわずかにオーバースロー、パス不成功でフォースダウンに変わります。結果的にサイドワインダーズ非常に厳しい状況になってまいりました。さあまずはこの陣地挽回を図りたいというところです。パンプフォーメーションを取ります。しかしパンターがエンドゾーンにいる非常に厳しい状況のパントフォーメーション。このスナップ乱れましてパンターは非常に厳しい状況、しかしなんとかこれをすくい上げまして蹴り出しました。ですがパントのコントロール定まらず、自陣脱することはできず、ボールオンはサイドワインダーズ陣24ヤードの位置に置かれましての攻守交代となります。さあこれによりまして逆にゴールデンファイターズさらなる加点を得やすい状況を得ました。ボールオン相手陣24ヤードの位置にあります。この位置からゴールデンファイターズファーストアンテ、ここでホイッスル。イエローフラッグが投じられております。さあ果たしてどちらにあった反則でしょうか。スナップ前の反則です。フォルススタート、ゴールデンファイターズ57番5ヤード下がりましてファーストアンやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート不正なスタートを切りました。オフェンスにはプレー開始前1秒間の静止、あるいは動かせる選手に制限などがあります。これらを守らずプレーを行いますと反則という形になり5ヤード抜体となります。さあ結果的に5ヤード下がりましたが、しかしゴールデンファイターズの攻撃は優位な位置変わりません。ボールオン相手陣29ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン15。ここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはランニングバック10番にピッチしまして右オープン展開を図らせました。この判断によりまして約5ヤード獲得しております。キャリアとなりましたのは10番の北川でした。さあ結果的にその抜体を取り返す形に成功しておりますゴールデンファイターズ。ボールオンは相手陣29ヤードからセカンドダウン10。パス成功、パスだ。クォーターバックならん今度は右に展開しておりました。ファイナリシーは20番にパスを通しまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト見事攻撃権果たしました。クォーターバック7番が竹内、そして取りましたのはワイドレシーバー20番の山田でした。山田静馬先生のパスが成功。この竹内は中四国学生愛媛大学出身ですが、1年生の時に新人賞、そして4年生の時に最優秀オフェンス、そして MVP を獲得した中四国の名だたる名選手でもあります。
ス不成功。今度はフェイクを入れまして右を右に展開してました。ワイドレシーバー83番にパスを通します、通算としましたが83番これをキャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。この辺りこの雨の影響を感じるワンプレーでした。ゴールデンファイターズ相手陣18ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバックの段パスを投じんと見逃しましたが、ここにサイドウィンダーズディフェンスインサート、最終的に23番を務めましたキュービーサーク、大きなロスに変えました。中田圭司選手がキュービーサーク、約10ヤードほど陣地取り返す形に成功しております。53番は村越でした。ゴールデンファイター失礼しました、サックしましたが23番の石原でした。ゴールデンファイターズサーダウン20。パス不成功。クォーターバックここで右奥走り込んだワイドレシーバー83番にパス、しかしわずかにオーバースローとなりパス不成功となっています。カメラが設営してあります場所の関係上、建物の構造物等によりまして若干見切れるシーンがありますが、その点何卒ご了承願います。さあゴールデンファイターズ再びフィールドゴールに挑戦します。キックレングス39ヤード。このキックも決まりまして3点追加となります。フィードゴール成功。ゴールデンファイターズフォースダウン。ゴールデンファイターズ着実にフィードゴールになり加点を重ねまして、ゴールデンファイターズ6点、サイドインナーズ0点と現在試合はなっております。それまでの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドインナーズ0点です。それでの得点はありました。ゴールデンファイターズ現在のスコアをご覧いただきますと分かります通り、フィードゴールですと3点ですので、タッチダウンで上げられる本来の7点8点にはこれは及びません。しかしこれによる得点が最終的に勝敗を大きく分ける要素にもなってまいります。その得点を着実にゴールデンファイターズ重ね、現在リードを保っていっております。さあしかしサイドアンダーズもまだタッチダウンを上げると状況を一気に逆転できる非常に、均衡した状況にあります。そのゴールデンファイターズのキックオフ、さあサイドアイナーズリターンに入った。今度は左サイドアイナーが駆け上がりまして、自陣32ヤード付近を確保し、この位置からの反撃の起点を作ります。時計が、停止できておりませんでした、申し訳ありません。時計の調整を行いたいと思います。田原一選手がキャッチ、20ヤードリターン、時陣36ヤードでファースターン。さあ非常にいいリターンによりまして自陣36ヤードの位置を確保しておりますサイドワインダーズ、ここが反撃の起点となるでしょうか。サイドワインダーズファーストアンテン、ナイスディフェンス。ここでランプレーから入りました。キャリア16番にハンドオフをしかしした瞬間にゴールデンファイターズなる5番が素晴らしいチャージかけ約3ヤードロスを奪っております。強烈なタックル3ヤードのロス、素晴らしいロスタックル決めましたのはゴールデンファイターズ5番の大隅でした。セカンドダウンファーストまで残り13ヤードサイドアイガーズセカンドダウン13。パス成功、しかしディフェンス裏がります。しかし今度はプレッシャーかわし右にスプリントアウトしワイドレシーバーに素早いパス、5番のキャッチアンドランを図らんというところですが、しかしゴールデンファイターズこれを逃さず仕留め、ノーゲインに終わらせています。サイドワインダーズサードダウン、新たなファーストダウンまで残り13ヤード、サイドワインダーズなんとか突破口を見出したい展開です。ボールオン自陣33ヤードからサイドワインダーズサードダウン13。リアルゲームリアルゲーム
ベビータックを大きくロス、ターンオーバー、ターンオーバー。ここで最後になずパスによりトップは計らんだところでしたが、この投球モーションに入ったところ、ゴールデンファイターズプレッシャーかけ、このボールをロス、落としたボールはファンブルとなりまして、ここでそのボールを抑えたゴールデンファイターズに攻撃権があります。ターンオーバーによりゴールデンファイターズファースト。秋様メッセージありがとうございます。まるでそのメッセージがチームに伝わったかのような素晴らしいビッグプレーがありました。さあこれでゴールデンファイターズ非常に有利な位置から攻撃に入ります。ボールオン相手陣25ヤードからゴールデンファイターズファーストアンテ、パス不成功。セカンド、ここでクォーターバック7番右奥走り込んだ83番にパス、しかしこれはディフェンスカバーありましてパス不成功、セカンダウンに変わります。ゴールデンファイターズセカンダウン10。ゴールデンファイターズ何もピッチャータックル受けましたが、相手ディフェンス引きずるようにセカンドエフォート系をして8ヤードレーン。タフなランを披露したのは1番の島田でした。ランニングバック1番島田剛也選手の中央プレーです。ゴールデンファイターズサードダウン、ゴールデンファイターズサードダウン2。QB さん、これはナイスディフェンス。クォーターのバックならスナップ乱れた広い上げハンドオフを試みましたが、このプレーの乱れをつきましてサリオエンダーズ9番が吸収、このランプレーをロスタックで仕留めましてフォースダウンに変えます。岩永春樹選手が QB さん、見事このロスタックルを決めたのは9番の岩永でした。ゴールデンファイターズラストダウン、フィールドゴールを狙う模様です。さあここでゴールデンファイターズフィールドゴールを再び2度狙います。さあ3度目、これも決まることができるでしょうか。キックレングスは38ヤードとなっています。ここでホイッスル、チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ前半1回目です。ゴールデンファイターズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。チームタイムアウトの要求、アメリカンフットボールでは前半後半各チーム双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ゴールデンファイターズまずはゴールデンファイターズここで作戦タイムを取りまして、この最後の攻撃権の行使方法を議論いたします。6点サイドワインダーズ0点です。さあそのタイムアウトを解けまして、まもなく試合再開という形になります。ゴールデンファイターズはフォーメーションフィールドゴールトライのフィールドゴールフォーメーションを保ったままに、現在あります。さあこの4回目のフォースダウン、果たしてどのようにこの1回を行使するでしょう。フォーメーション変えません、フォーメーション変えません、フィールドゴールトライです。キックレングス38ヤード、さあどうだ、このキックはショート、フィードゴール失敗。今回のフィードゴールは結果的に失敗となりまして無得点となりました。4回目の攻撃を行使しましたので、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりましてサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ、さあサイドワインダーズなんとかこの3回目のフィードゴールは結果的にしのぐ形に成功となりました。さあまだ得点差6点という状況を、なんとかタッチダウンでその状況を覆したいといったところでしょう。ボールオン自陣20ヤードからサイドワインダーズファーストアンテ、ゴールデンファイターズナイスディフェンス。ここでランプレーによりまず状況打開を図るというところでしたが、ここにゴールデンファイターズディフェンスに殺到、なんとかランニングバック、これをカイプグランドというところでしたが、結果的に大きなロスに変わっております。サイドワインダーズランニングバック
ね、展開しようとしましたが、ゴールデンファイターズの速いディフェンスに阻まれまして、このプレーを失礼しました。サイドワインダーズ、セカンダン18の状況になっています。8ヤードのロスです。サイドワインダーズ、セカンドダウン、ファーストダウンまで残り18ヤード。パス不成功。ここでサイドワインダーズパスプレーにより状況打開を図りました。しかしこれはあわやインターセプトという非常に危険なプレーとなりましたが、なんとかこれはパス不成功となっています。ゴールデンファイターズ非常に惜しいチャンスでした。現在エキスポフラッシュフィールド失礼しました、MK タクシーフィールドエキスポ、雨足強くなってまいりました。サイドワインダーズサードダウン18。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーにより状況打開を図ろうとしましたが、これを察知しましたゴールデンファイターズ32番仕留めまして、フォースダウンに変えます。見事対応いたしましたのはゴールデンファイターズ32番の石谷でした。パスプレーから中央を突き落としましたが、ゴールデンファイターズの速いディフェンスになりまして、このプレーも大きくロスです。サイドワインダーズフォースダウンでパントフォーメーションを取ります。フォースダウン、新たなフォースダウンまで残り21ヤード。ここでホイッスル、ここでファールマーカー、何か反則が発生した、反則発生となっています。イエローフラッグが投じられました。フォルススタート、サイドワインダーズ16番、ゴールまでの半分の距離を抜退してフォースダウンをやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。全員が揃ってスタートしなかった模様です。本来なら5ヤードのペナルティーですが、残り距離ありませんので、その半分の距離の抜体となります。サイドワインダーズフォースダウンをやり直し、非常に厳しい状況の中、なんとかこれを蹴り出しまして、サイドワインダーズに40ヤードを超えた時点まで進めて、この時点で攻守交代となります。しかし攻撃権は相手、ゴールデンファイターズ有利な状況でゴールデンファイターズの攻撃権と変わります。ゴールデンファイターズ側、失礼いたしました、ゴールデンファイターズ敵陣40ヤード進めるファースダウン。さあ攻守変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃、ゴールデンファイターズ相手陣40ヤードからのファーストダウンテ、さあまずランプレーから入りました。7番竹内亮選手の中央プレー、3ヤードのゲイン、クォーターバック7番のランプレーによりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。さあ今度は中央へのランプレー、しかしこれはサイドワインダーズを踏ん張ります。中央突破許さず、サードダウンに変わります。島田剛也選手の中央プレー、1ヤードのゲイン、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウンで残り6ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン6、パス不成功。この距離をクォーターバック7番パスによって突破を図ろうとしましたが、これはサイドワインダーズ見事にカバーし、パス不成功、フォースダウンに変わります。
ゴールデンファイターズ、フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバック。タッチバックの場合はボールは相手攻撃に変わりまして相手陣20ヤードからの攻撃と変わります。入りましたのでタッチバックとなります。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトです。ここでレフリータイムアウト、現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。パントボールがエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなり、サイドワインダーズ自陣20ヤードからファーストダウン。本日は風雨激しい天候のため、非常に、映像が乱れてしまっているシーンが多々ありますが、何卒ご了承よろしくお願いいたします。ラニングバック16番、まずサイドラインダーズはランプレーからこの攻撃展開を図りました。ノーゲイン、結果的にゲインは1ヤードでセカンドダウンに変わります。サイドラインダーズセカンドダウン、ファーストまで残り9ヤード。サイドラインダーズセカンドダウンライン。さあ再びワンプレー、今度は左オープン展開、キャリア16番、しかしこれも約3ヤードほどのゲインとなりまして、サードダウンに変わります。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトです。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られます。プレイのプレイ、サイドアインダーズランニングバック16番奥谷幸太郎選手の中央プレイ、中央から左オープンへ走りまして約3ヤードのゲイン。サイドラインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。画像乱れておりました、申し訳ございませんでした。サイドラインダーランニングバック7番藤本翔太選手、右をスタックルスのランプレーですが1ヤードゲインに抑えられています。サイドラインダーラーさん、ゴールデンファイターズ前半2回目です。ここでゴールデンファイターズ前半2回目のタイムアウトを取りました。チームタイムアウトを要求です。それまでの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドラインダーズ0点。前半終了まで残り59秒。現在雨対策に追われておりますのでちょっと画像に乱れが生じております、申し訳ございません。Thank you.
ました。タイムアウトを解けまして試合再開となります。さあ、このパンドリー陣地はゴールデンファイターズまでとりますから、ちなみまして攻守交代となります。ハンドボールが停止した時点よりゴールデンファイターズの攻撃へと変わります。ゴールデンファイターズ自陣39ヤードでファーストダウン。前半終了まで残り45秒。反則が発生しています。サイドランダーズ1番ディフェンスライン中田圭司選手の守備。これは果たしてどちらのチームの反則でしょうか。反則が発生した模様です。ホールディングゴールデンファイターズ57番10ヤードのペナルティーでファーストダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。10ヤードバッタリしましてファーストダウンやり直しとこの場合はなります。ゴールデンファイターズファーストダウンをやり直します。成功。ここでスクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスはロングパスに見せかけ手前にいるランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレーです。しかしキャッチしました1番ここでスリップしまして結果的にノーゲインとなっております。セカンドダウン。ここで前半終了となりました。前半が終了し、ただいまの得点はゴールデンファイターズが6点。前半終了となりまして、ゴールデンファイターズ6点、サイドワインダーズ0点、ゴールデンファイターズが2つのフィールドゴールでリードを奪う形で前半終了となっております。失礼いたしました。ハーフタイムは12分間です。しかし双方とも、その互いの意地をぶつけ合う素晴らしい熱戦が繰り広げられております。残念ながら天候不順のため、非常に雨が多くまた撮影も乱れておりましてこの点誠に申し訳なく思っております。できる限りその環境を維持しつつ、配信を続けていきたいと思っております。何卒ご了承よろしくお願いいたします。このハーフタイムもこの、配信の一旦のインターバルとさせていただきます。